総理大臣、首相判決を終わりました。改めてですね、今国会どのように臨んでいかれたい。今までねじれといろいろ現象がありましたんでね、首班指名も多少両院協議会と必要であったりした場合がございましたけど、今回選挙結果、それから前回の参議院の選挙結果も受けてですね、スムーズに安倍総理を指名していただいた、これは安定した政治ができる環境を有権者に作っていただいたということだと思うんですね。ですから、それまずそのことを心からありがたく思っております。ただそれと同時に、安定した政治ができる体制ができたということは、与党にそれだけ のきちっと仕事をせよという責任が重くなってきているんだろうと思います。選挙結果、選挙結果はやはりアベノミクス方向性はいいけれども、きちっとした結論である今少し時間をやろうということでもあったと思いますんでね、これからの予算編成あるいはいろいろ政策をどう打ち出していくか、これ真剣にやらなければいけませんし、またいろんな政策というものは国民によく理解をしていただいて初めて、実行が出てくるというところがありますので、国会で丁寧に説明をしていくといいますか、議論をしていく、こういう姿勢が我々に求められているんだろうなと思います。経済最優先と安倍総理をしていますが、同時に憲法改正にも意欲を示されています。次の通常国会ですね、まず安保法制どのように進めていかれたり、これは目下準備を進めているところですけれども、これは基本はやはり今申し上げたことですけど、丁寧に国会で議論していく、これはやはり一番基本だと思いますね。特に国の安全あるいはに関わるようなことは、国民がそうだと特進がいきませんと、なかなか効果が出てこないといいますか、うまくいかないと思います。ですから国会で丁寧に議論を進めていくということが一番肝要かなと思っています。そういった安保法制の中でですね、党の中で議論を引っ張ってきた中谷元先生がですね、防衛大臣に就任という報道も出ているんですが、そのことについてはいかがでしょうか。これはこれから組閣本部を作って方向を出していくわけですが、いずれにせよこの安全保障問題についてはですね、相当長期の議論があるわけですし、かなり専門的な分野もありますのでね、連達の方に丁寧な説明を対話をしながら物事を進めていくと、そういう人事もそういうことでなきゃいかんと思います。各社いかがでしょうか。今回閣僚の大幅な入れ替えというものがなかったという点について、そういう狙いはどのようなところにあるでしょうか。これは9月の初めに内閣を変えたところですので、おそらく総理としては基本的には骨格を維持するというか、基本的には体制を維持していこうというお考えであったのではないかと思います。今後の予算編成を速やかに、はい、経済対策を速やかにというような狙いもあるかと思うんですけれども、その1月の通常国会までもこの体制で臨まれるようなことでしょうか。いついつまでの体制で総理を望みになっているんですかということを議論したことはありませんが、とにかく今おっしゃったように、要するに消費税を1年半伸ばすということにするというのも、個人消費等々経済に若干弱いところが見られるからですのでね、それに対応する手立てを迅速に出していくということが今一番求められているのじゃないかと思います。ですから人事、総理が基本的な骨格を維持したいと思ってこられたのもですね、あまり大幅にいじっているとどうしてもそういうことが遅れてきますので、経済対策と予算編成補正も含めてですね、迅速に取り組んでいくということですね。いかがでしょうか。ありがとうございました。どうもありがとうございました。